正月にまつわる漢字クイズよ。わお、全部解けたら天才ですか。そうでもないわよ。まずはこれね。数の子。正解よ。おばあちゃんが付けた数の子ってなんであんなにうまいのかしら。ヤンマナ。お次はこれよ。サイコロ。麻雀のサイコロってなんであんなにすぐなくなるのかしら。ヤンマナ。これはわかる。独学。富士避けて駒。やるじゃない。子供の頃、階段から飛び降りたところにちょうど駒が落ちてて、足の裏にもろに刺さったんだけど、むちゃくちゃ痛かったわ。いや、怖い怖い。次はこれね。上手じゃ。惜しい。正解は上手や。手水や。上手者、手水者。どういうこと？でした。上手っていうのは、参拝前に手や口を清める水のことよ。いや、そこじゃないのよ。はい、次。三系。お、やるわね。これ気になってたんですけど、三系と参拝、何が違うんですか？三系は、寺社仏閣に行く行為。参拝は、寺社仏閣で拝む行為。おすすらしいわよ。へえ、なるほど。これは簡単よね。嘘だろい。縄、もしかして、締め縄？正解よ。他にも、ちりくめ縄と読んだり、ちりくめ縄と読んだりもすわ。略してしめ縄か。これは読めるかしら。てん、全くわからんぞ。正解は、ポチ袋でした。マジで？ポチ袋って漢字やったんすか？これは難問ね。ヒントください。一年の吉凶をこれで占うのよ。おみくじか？おみくじって、結果が良かったら持ち帰って、悪かったら境内に結びつけるんですよね。どっちもいいらしいわよ。え、そんなことある？ようやく最後の問題よ。え、これはあれですか？神様に備える酒ですか？その通りよ。ヒント欲しい。お願いします。メーガーネのミキ。正解よ。西日本の人しかわからんヒントやめーや。これで今年のお正月はバッチリね。どこがや。